ぱとりあえず何でもいいからちょっとやってみるっていう、で結局はやっぱり実績、経験が一番強い武器にはなるんだね。子供いる人の30分ってものすごい貴重だから、しかも朝なんて、本当にこう自分のペースで自分の好きなことができるっていうのは、ロールモデル、しかも子育てしながらの個人事業主の一つのロールモデルだと思っていて、それでトリコネが新しい選択肢として浸透したらいいなと思って。でなんか誰でもできるからね、なんかもう本当に私みたいな特にその実務経験が乏しい人なんかは、本当にそういう私も今やってて、添加物系だったりとか、その食品系のことすごいなんか勉強になってて、やっぱそれってまたそこで培った経験っていうのはどっか違うところでまた役に立つし、自分の結局武器にもなるから、やっぱとりあえず何でもいいからちょっとやってみるっていう気持ちはすごく大切だなと思って、そうね、特にそのね、子育てしてて経験もなくてとかってなると、じゃあ何ができるんだってなった時に、選べる立場ではやっぱないわけなんだよね。そうね、正直ね、でも正直選べないんだよね、だから選べるようになるにはやっぱり武器を増やさなくちゃいけなくて、じゃあどうするかって考えた時に、ちょっと何でもいいからまずやってみる、泥臭い仕事かもしれないけど、駒使いみたいだなって思うかもしれないけど、まずやってみる、それがちょっとしたお金になって、それがまたね、それを生かしてこうしてこうしてって言って、まただんだんそれが増えていくと、選択肢も増えるし収入も増えるから、そうね、ほらもみじさん通関誌取ったけれども、通関誌がね、武器にはなるはなる、だけどやっぱりそのさっきおっしゃったように、通関誌を持ってても結局転職であんまりうまくねいかなかったから、で結局はやっぱり実績、経験が一番強い武器にはなるのよね、そうやってもみじさんが多方例を調べていくうちに、もうやり方分かってしまえば、それって次の仕事につながるからね、実績として経験がお金になるんだよ ね、 そうだね、対価になるっていう、そう、まずはやっぱり、私はそのプラットフォームとしてトレードコネクトを提供してるんだけど、ちょっとやっぱ自分がロールモデルじゃないけど、こういう風にできるんだっていうのをちょっとやっぱ発信できればいいなと思ってる、ロールモデル、しかも子育てしながらの個人事業主の一つのロールモデルだと思っていて、だけど貿易業界のロールモデルって結構意外と少ないなって思って、だいたいみんなね、長時間労働だ、残業だとかね、結構言ってるし、やっぱ通勤もね、ちょっとやっぱり空港の近くとか海の近くってなると、やっぱり結局東京に住んでても1時間かかってますとか結構ざらにあるから、なかなかそれはね難しい、できるんだけど、ちょっとやっぱりもうちょっと違う方法があってもいいんじゃないっていう、そうね、そう、さっきね、いろいろこう、いろんなその翻訳とか事前確認とかっていうお仕事を今トレードコネクトさんに乗っけてる、出品されてるってことだけど、なんか他にこういう需要があるとか、そういうのってあります？意外とやっぱさっき の便利屋みたいな話になっちゃうんだけど、やっぱりそういうちょっとなんか荷主からすると面倒くさい仕事をやってほしいっていうのはやっぱり多いかもしれない、その多方例の確認だったりとか、意外とそのやり取り系、メーカーとちょっとやり取りして話整えてほしいとか、結構やっぱそういうちょっとなんかもうめんどくさいなみたいなことが多い、ちょっとやっぱコンサル、私がそのトレコネを始めた頃はコンサル系とかそっちの方が結構需要があるんじゃないかなってちょっと思ってたんだけど、意外とそういうちょっとこう手間抜きみたいなところだったりとか、その書類を作るところだったりとか、ちょっとこう会議出てほしいとかそんなのもあるの？そう、会議出てほしいそう、ちょっとなんか急に三国間でやり取りしなくちゃいけなくなったんだけどちょっとなんか語学に自信ないからちょっと通訳頼めませんかみたいな、ちょっとそれはスケジュール合わなくてちょっと降りちゃったんだけど、ちょっとなんかやっぱそういう結構隙間を埋めるような仕事が結構やっぱ依頼としては多いから、本当にだから
そういうのってもう子育て中の人とかにはすごくいいんじゃないかなって思って、うん、拘束時間も短いし、そうね、そう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 、でなんかその定時があるわけじゃないから、うん、まあちょっとここまでいいんとかはあると思うんだけど、うん、これ結構じゃあ自分のペースでやっぱできるから、うん、で本当ね子供が家にいてもちょっと間見てできるとか、うん、そういうことが結構多いなと思って、うん、まあいわゆる今、ね、個人事業って増えてきたけど。うんうん、今までって雇用形態があって、例えばパートアルバイトでも正社員、契約社員でも時間的拘束があって、で、じゃあ時間が合いませんってなるともうゼロなのよ。そう、そう、もうゼロか100よね。そう、うん、だからこう個人事業っていうのは空いてる時間と向こうの時間がマッチしてれば、もう仕事が成り立つからね、うん、でそれに対する対価だけもらえばいいっていう、うん、すごいシンプル、そうシンプル、うん、もう別に稼ぎたければいくらでもできるし、なんか1日 2,3 時間働ければいいんだけど、だったらそれでね、需要と供給がマッチすればそれで成り立つし、うん、それってすごいなんだろう、贅沢っていうか、うん、幸せなことだなと思って、そうね、うんうん、やっぱりいくら例えば定時が短めだとか、なんかまあ育児に理解がありますよみたいな会社でも結局自分の足で時間をかけて通勤しなくちゃいけないとか、そう、ね、なんかやっぱそういうしがらみって結構あるから、うんうん、そういうのを気にしないで本当にこう自分のペースで自分の好きなことができるっていうのは、うん、やっぱり幸せなことだなと思う。いや本当ね、本当ね、あの私の友達とか子育てしてる人多いですけど、うん、多いけど、うん、あのやっぱり、うん、化粧する時間すら惜しいとか、うん、そうなると出勤ってなったらやっぱそれなりのね、うん、あのオフィスカジュアルみたいな格好もしなきゃいけないし、髪の毛も整えなきゃいけない、化粧時間もある、うん、で移動時間だけじゃなくってあの身だしなみを整える時間もあるから、うん、かなり時間を割くのよね。そう、送迎もあるからね。あ、そうよ、そう、そう、もうだから本当に例えば転職します、うん、家からのその通勤時間が例えば、うん、30分飲みバスとかってものすごい死活問題で、うん、もう全てを逆算して、うん、え、何時起きみたいななんか、ね、多分会社からしたら30分ぐらいいいじゃんみたいな、うん、ふうに多分思うし、自分も独身の頃だったら、まあ、30分ならいいかみたいな思えたんだけど、うん、あのやっぱ子供いる人の30分って ものすごい貴重だから、うん、しかも朝なんて、うん、本当に大きいから、うん、やっぱその辺もすごいシビアに見なくちゃいけない。だからそういうのも考えて転職活動ってなるとかなりやっぱりね難しいんだよね。そう、もう本当それだけじゃなくて、例えばね、もう正社員として働いていても、うん、会社が移転するってことって結構少なくないと思うの。移転した先が結局、うん、あの保育園の送迎に間に合わなくなるから、うん、もう辞めざるを得ませんっていうママさんもいたから、うんうん、そういうのって結構ね大きいよね、うん、それで結局自分のキャリアを捨てるっていうことにもなりかねないから、うんうん、そういうふうに自由に働けるって選択肢はかなりこれからすごいニーズはあると思ってる。まあ、だからね、転職活動して、まあ、正社員でこう、ね、いいとこを見つかるのがもちろん一番いいんだけど、うん、まあ、選択肢としてね、例えば子供小さいうちは、うん、ここで個人事業主でちょっと緩くやればいいかなとか、そういう選択肢も、うん、今はちょっと正直取れないと思うんだよね、気軽には、うん、なかなか例えばパートで週3の貿易事務なんか絶対ないから、うん、そう選択肢はね、そう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 、だからまあ、ね、それでトリコネが新しい選択肢として浸透したらいいなと思って、うん、そうね、で今実際ね、あのトリコネさんを、うん、あの実際もみじさんも使って仕事を受けてらっしゃるけど、うん、どう、あの仕事トレコネ運営しながら仕事を受けてて、うんうんうん、かつそのプライベート、うん、この子育てとか家のことってどういう感じ今。いや、やっぱすごいいいよね、やっぱり、うん、なんだろう、例えばやっぱしょっちゅう風邪とかひくわけ子供しょっちゅう先週は下の子、うん、今週は上の子みたいな、うん、なんかもうやっぱ働いた時ってもうなんかもうすいませんすいませんみたいな感じで、もう謝り倒してばっかりだったんだけど、うん、家にいればまあね、とりあえず面倒だけ見てその間に仕事ができるからうるさいなみたいなのがあるけど特に影響がなくて、うん、なんかそういうなんだろう、
やっぱ精神衛生的にはそういうのってすごいなんか良くて、やっぱ自宅で自分のペースでできてる今の方が子育てで考えると余裕があるなって思う。なるほどね、うん、ちなみにどう、お水さん以外で使ってる方とか、うん、あとは仕事を依頼された方とか、うん、そういうお声とか聞く、あちょっと一人聞いてるのはちょっともともと結構大きい企業で働いてたんだけど、ちょっと、まあ、メンタル的な面でね、そうちょっと、うん、それで離職しちゃって、なかなかちょっとやっぱりこうフルタイムで復帰っていうか復職するのがちょっと怖いっていう人がいて、でそれでトレコレで出品してもらって、やっぱこうすごい自分で決められる、自分の裁量で時間やら報酬やら決められるから、うん、すごい助かりますって、応援してますってすごい言ってくれて、うんうん、それ自分のね子育てだけじゃなくて自分の体調面とかもやっぱりねこう、うん、自分でこうやっぱ調整できるから、うん、なんかそれをすごいなんかありがとうございますとかって言ってくれて、うん、今嬉しかったかな。そうね、こうだん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 こう、まあ、まだスタートしたばかりだからね、うんうんうん、あれだけどだんだんこうみんなが利用していって活性化していったらいいなと、うんうんうん、私も本当応援してる、ありがとう、うん、頑張るなんか最後に宣伝とか、本当になんかちょっとやっぱり何出していいか、何を出品していいか分かんないとか、こんなこと頼んでいいんですかとか結構聞かれることあるんだけど、うん、本当に何でもよくて、なんかそんなことみたいなことでも全然意外とそういうのが需要あったりとかするので、うん、ね、利用はね無料なので、うん、気軽にちょっと暇つぶしで出品だったり、うん、ちょっと買ってみたりとか、うん、ねしてみてくださいまだね立ち上げたばっかりで私一人でやってるので、そんなにサイトもねちょっと、ね、前のサイトよりより使いやすくなってるので、ちょっとね暇な時に見てみてください、ね、載せるのはタダだもん ね、タダです、タダです、うん、はい、では本日はハイネジさんでした、はい、どうもありがとうございました。ありがとうございました